まさか選択肢。あー、選択肢。うわー、どうしよう。いや、それぞれ。じゃあ、一応これ一通りは私選んだんだっけね、多分。となるとやっぱりまあ誰のルートに行きたいかというので選ぶことになるが、まあでも新人公演はまだねえ、なんかみんなのを見たい気もするね。座学行ってみましょうか。読解がまだちょっと低いのでこれやりましょう。お、イベント。それじゃあ次は娘が料理番に歌を教えてほしいと頼みに行くシーンだ。あら、料理番ってことは白田先輩かな。娘に対して突き放すような態度をとっていた料理番が娘の情熱に感動し歩み寄るシーンだね。いいシーンですね。では娘から。はい、料理番さんは歌がうまいと聞きました。どうか私に歌を教えてください。じゃあ実際に料理番役として多分白田先輩が歌うシーンもなんか目立つ感じであるんだろうな。この選ばれたってことは誰に聞いたの。やーよ、めんどくさい。それに今取り込み中なの。まったく私としたことが失敗だわ。本当にさ、ごめん、演技中のさ、その役としてやってるキャラクターに対してどうこう言うのって絶対に良くないんだけど。やーよっていう白田先輩可愛くってさ、可愛いな。何かあったんですか。アプリコットよ。何回も出てるね、セリフとして。アプリコット。そう、アプリコット。今日は鶏肉のアプリコット煮を作ると決めていたのにアプリコットがないの。これ前のその練習中に、そうよアプリコットだわ、喉痛めてうんたらって言ってたよね。食材係がヘマしたのよ、許せない。他の材料を使えばいいじゃないかと言われたけれど絶対に無理。料理長、まあ直属というかの料理してるだけあってこだわりのある方なんだろうね。鶏肉に染み込むアプリコットの甘酸っぱい香りが今日のディナーには必要なの。日ごとに変えてるんだろうな、すごいね。料理は積み木のお城と同じ、何かが欠けたら崩れてしまうわ。ここで娘は自分で作ったアプリコットジャムを料理番にあげると。あ、そういうことか。その前ソウ君たちと練習してアプリコットだわっていうのは、それがきっかけでこの偶然アプリコットジャムを作ってってっていうことかな。無事に鶏肉のアプリコット煮を作ることができた料理番は大喜び。おっと、これは両手を挙げて大喜びしている白田先輩の姿が見られるということで、これなら王様も喜ぶんじゃないかしら。王様が食事で喜んでいる姿なんて久しく見ていないけど。白田先輩が笑ってるシーンなんて初めて見ましたけど。うわぁ、綺麗な顔だな、本当に。もうちょっと待ち受け画面にしようかな。綺麗だな。きっと喜んでくださいますよ。その笑顔が日常でも私は見たいが。あんたってどうしてそんな楽観的なの。眠れないイライラで頭がいっぱいの王様にとって食事なんて胃を乱すだけの薬品よ。なるほど、一時的にまあ快楽って言っちゃあれだけど気を紛らわしてるだけって感じになっちゃってるんだね。味なんて二の次三の次。でもこれだけ手間暇かけて丁寧に作ったお料理ですもの、王様への愛情もしっかり伝わってきます。そうだね、もう寝てなくてボケーっと頭がまともに働いてない状態でもこんだけこだわりを持って料理するっていうんだから、まあでも熱情愛情は間違いないよね。愛情？王様付きの料理番として当然のことをしているだけ。
王様に美味しいと言っていただきたいなんて思ってないし、別に。これはでもわかんないけど、眠れなくなる前とかは言っていただいてたのかもしれないね。そうやって選ばれて料理長になったのかもしれないし、俺はその城田先輩らしい役だけど、偶然そうなったのか、ネジ先輩がそういう風に選んだのか。自分の気持ちに気づいた料理番、そこで初めて娘と向かい合うっと。なんか若干現実とリンクしてて、なんかドギマギしちゃうね。料理って歌を聴かせると美味しくなるのよ。今日は何の歌がいいかしら。そうね、子守歌にしましょう。いいね、よかった。ヘビーメタルにしましょうとか言わなくて。それはそれで見てみたいし、城田先輩ならちゃんとやるんだろうけど、子守歌がいいね。昔この城で聞いた美しい子守歌、王様が好きかもしれない子守歌。やっぱり王様のことをちゃんと考えて大事に思ってるんだね。ここにいてもいいですか？料理を手伝うならね。笑顔が素敵だ。はいはい、オッケー。立花君、今の良かったよ。よかった。私結構役ちゃんと入ってるね。全然ドギマギ、焦ってもないし、いい感じに見えるね。ありがとうございます。あと先輩びっくり、ミッキーも良かったよ。立花君とのやりとりがとっても自然だった。あら、あれがいつもの感じじゃないんだ。演技、まあもともとお芝居はもううまそうだったけど。良かったならさっさと次のシーンに進んだらいいんじゃないですか。白田先輩、さっきの笑顔、日常で見られる日が来るのかな。私ルートに進まなきゃいけなさそうだけど、好きだ。もうやだ、釣れない、ゴーね。はい、今のシーン、歌の稽古をつけてほしいとお願いした僕らと付き合ってくれた城田先輩に似てたね。だね。どうしようか。普通にメインイベントが挟んじゃったから何も起きなかった可能性もあるかな。これはフミ先輩にも会いに行ってみようかな。これで合ってるか。ダンスの振り付け完成したから、今から俺が振り見せすっぞ。わかりました。振り見せ。あ、なるほど。最初に見せるわけか。俺の動き見ながら、しっかり頭に叩き込んでいけよ。はい、顔じゃなくてダンスをね、見ます。ダンスリズムアクション。前のとは違うんだ。ダンスをイメージしたリズムゲーム。ノーツ。これは前と一緒だけど、今回はタイミングでボタンを押すんだね。うん。左、上、BR。ちょっと難しいな。普通に YX とかの方がいいけど、これはまあオプションで変更できるのか、後でいじってみようかな。押し続けるのが長いノーツ。で、案の定、親密度関係があると。あ、で、これキャラクターによって違うんだ。鈴くん、カイさんがスコア2倍。城田さん、フミさんがミスをグッドにする。そうくんとネジ先輩がグッドをすべてパーフェクトにする。なるほど。安定を取るか、なんかもっとさらなる上を目指すかっていう感じだね。はい。評価系は前と一緒かな？ちなみになんだけど、エクストラどれくらい難しいかな？前星1を歌のやつではやったから、一回星3やってみようか。
L 上 B R だね。今回も練習なんで私が喋りながらで、上 B、 配置が難しいな。あんまり慣れないボタンの並び順で。歌覚えてないとこれタイミングむずいな。こういうのはね、覚えれば。今さらっとミスったね。まずリズムが分かんないからね。よしよし。でも今んとこいい。クリスマスソングみたいで楽しいね。ダメだ。L がなかなか押さないボタンで。プロジェクトディーバとかは昔やってたんですけどね、あんまり LR は押さなかった気がするので、これは慣れなきゃ。せっかくなら初期配置でやりたい気分も気持ちもあるんだけど、まあ主人公たちの不慣れなそのね、ダンスとか歌っていうのを追体験するという意味で、あえて慣れてないこの初期のボタン配置でやるのはいいかもしれないね。ミスるな。いい感じ。今のとこミスはそんなにない。パーフェクトとかも少ないだろうけど、 SS いってるね。ダメだ、よそ見しちゃダメだ。左上を見てる時間はないな。でもこれも主人公たちと同じようにだんだん慣れてね、簡単にできるようになったらちょっとリンクしてるみたいでいいよね。舞踏力上げりゃ踊りやすくなるから、ダンスに自信がねえならダンスの授業受けとけよ。わかりました。まあつまりそのそうよね、親密度関係の補助があるみたいな感じで失敗しづらくなるんだろうね。さあ、あと3週間か。今の感じだと舞踏を練習しておきたいけど、歌唱行こうかな。鬼巻、しっかり曲聴いてカウント取れ。あ、初めてこの厳しい顔見るね。もうその優しい先輩っていうだけじゃなくて、同じ仲間として教えてくれてるんだろうね。ヨナガ、足元見るな。顔を上げて鏡を見ろ。あと動きが雑になってる。ダンス中もジャンヌだってこと忘れんな。ちゃんと声張ってビシッて言ってるけど、優しい言い方なってわかるね。ふみさんの根の優しさがちゃんと溢れてる気がする。そうね、私ダンスはやったことないけど、その演技のさ、走ったりとかなんか足組み替えたりの時って本当に無意識に足元をはじめ見ちゃうんだよね。ちゃんと客席の方に体向けて顔向けてっていうのはね、意識して、それを無意識になるまでやるのがなかなか大変だった思い出がある。ここは王様を楽しませてやらなきゃいけねえんだから、笑顔。はい、わかりました。今日はこの辺にしとくか。お疲れさん。ありがとうございました。いやでもああやってね、厳しいとも感じてしまうかもしれないけど、前もごめん話したと思うけど、厳しくちゃんとここはこうしなって言ってくれるってことはまだ見込みがあると思ってくれてる。見捨てられてないわけだから、私はちょっと嬉しいな。まだ教えてくれるっていう気持ちがあるだけで。終わった。ダンスは大変だね。いや全部大変だけど。あら、すずくんが余裕が割と。おいおい大丈夫か。ほら水。うん、なんか割と余裕があるね、そうくんと私に比べたら。
鈴くんは体力あってすごいね。小さい頃から道場に通ってたからな。体力だけはあるんだよ。そうなんだ。でもこれは結構大事なリードだね。体力ないといくらセンスがあっても体がついていかないとフラッとしちゃったりするから余裕もなくなっちゃうしね。道場？剣道のな。でも体力あっても足りてねえもんが多すぎる。逆に昔そういうことをやってた人でもやっぱ全然難しい世界だからプロの世界ってすごいんだね。どうする？今回もできる先輩に稽古つけてもらうか。ダンスならやっぱフミさんだろ。だね。私1対1で平常心を保っていられる気がしないけど、まあ今回3対1だけど、多分教えてもらえると思うけど、フミさん忙しそうでもな気もするんだよな。フミさんは稽古中細かく指導してくれたよね。僕はまだ振り付けが体に入っていないせいで他のことに気が回ってないって指摘されたよ。すごいね、一人一人言ってくれるんだ。私は王様を楽しませようとしている娘の姿をダンスでどう表現するかが課題みたい。軽やかに体を大きくみたいな感じなのかな。俺は曲をしっかり聴けって何度も言われたわ。リズムがうまく取れねえんだよな。マルチタスクだね。体で表現して舞台の向きを考えて、多分表情とかも作ってダンスもしっかりしてリズムを取らなきゃいけないから、ひえー、これ大変だ。だったらまずはそれぞれ自分の課題を克服できるように稽古した方がいいのかもしれないね。うん、ここは教授君に習ってまずは一人ずつかな。それもそうだな。何でもかんでも聞けばいいってわけじゃねえし、とりあえず自分でやってみて、わかんないことがあれば先輩に聞きに行こうぜ。うん、大事。そうだね。じゃあ自分の練習頑張ろう。なんだ、どういう視線なんだろうか。まだ稽古しているのか、あの3人。ああ、授業が終わって放課後か、もしくはその移動教室の間休憩みたいな感じでやってるのかな。うん。おお、随分と熱心だね。お前知ってっか、あいつらこの前ミツに稽古つけてくれって頼んだらしいぞ。あら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 、こうやってこう評価がって言ったらちょっと生々しいけど、渡っていくんだね。美月に。それでどうしたんだ、歌を教えたのか。ダメ出ししまくったんだとさ。美月の指摘なら的確だろう。うん、実力は本当にしっかりあるだろうから。お、ふみさん、ちょうどよかった。ダンスで聞きたいことがあるんですけど、今いいっすか。自分でやるだけやって分かんないとこは聞くっていうのはすごい大事だね。最初から聞くだけなのも良くないし、かといってね、本当に自分だけで限界まで行ってもっていうのも、まだ私たち素人みたいなもんだから。練習しているうちに分からないところが出てきちゃって。そう、それが偉いね。そうって、私何様だって感じだけど、先輩とか先生からしたらそれはすごいなんか嬉しい言葉な気がする。いろいろやったんだけど分かんなくて、聞いていいですかって言われるのって。指導してもらえないでしょうか。次はお前の番のようだな。しゃあないね。お前も付き合えよ、かい。海さんの顔を噛み上げておでこ見えてんの、なんかすごい、あのごめん、俗っぽいけどセクシーだな。ああ、わかった。やった。お出かけしましょう。あ、ごめん。あのカタカナでイオンの休日ってあると本当になんかあのそっちのイオンみたいで、休みの日にイオン行きましょうみたいな。どうしようかなって、あれ、クォーツ寮にあの子が来てる。どうしよう。歌、これはそのリズムアクションの多分練習ができるんだよね。ダンスルーム。どうしようかな。悩むな。白田先
輩に会いに行こうかな。料理番さんは歌がうまいと聞きました。どうか私に歌を教えてください。さっき練習した場所だね。このシーン、そうちゃんも言ってたけど、白田先輩に歌稽古をしてもらった時と重なる。だから娘さんの気持ちもすごくわかる。うん。自分の中に似た経験があるっていうのはすごく強いよね。感情が引き出しやすいから。おい。はい。芝居の稽古をするのはいいけど、お前歌もあるんだから、そっちもちゃんと やっておけよ。お疲れ様です。芝居自体はかなり良くなってきてるみたいだし、嬉しい。白田先輩にこれ言ってもらえるなら自信持てるね。嬉しいな。いや、本当に白田先輩のおかげで料理番とのシーンがやりやすくなりました。歌も歌いやすくなって、白田先輩の指導いつも的確で分かりやすいです。なんか驚いてる表情なんだけど、目がクリッとしてて可愛い。白田先輩、指導がうまいなんて初めて言われた。その多分的を得たことは必ず言ってるんだろうけど、雰囲気的な冷たさだったり、ちょっとあっけない感じで言ってるから、多分そう捉えられにくいのかな。そうなんですか。そもそも人に指導なんかしたことなかったし、先輩に歌のこと聞かれても、それはただの意見でしかなかった。人に何かを教えるなんて絶対下手だと思ってたんだけど、まあでも教えるのって、その上手い下手はあるだろうけど、白田先輩は自分の中のその実力があるから、的確に教えるという技術がたとえちょっと足りなくても埋め合わせられるくらい、いろんな引き出しがあるんだろうなって思う。ちょっとだけ笑ってくれてる気がする。くすって笑ってくれてる気がする。なんだか変な気分だ。白田先輩なんか打ち解けてこれられたのかな。そういうことをしに学校に来たわけではないんだけど、嬉しいな。いやー、会いに来て白田先輩に会いに来てーなー。先生もいるね。ふみさんが校門前にいるのか。どうしよう。みんなにも会いに行きたいけど、土曜日の休日あんな白田先輩の顔見ちゃったら、足が勝手に。ミツ。珍しいというか初めて見た。ふみさんが白田先輩に教えてるのか。そこでターン、ポーズを決めて指先滑らかに、足ぐらつかせないダンスは、そうね、ごめん偏見だけど、その体幹とか体力的なとこはふみ先輩とかと比べたらちょっとまだ足りないのかな。歌とかね、まあお芝居はきっとうまいんだろうけど、体力的なとこは少し苦手な分野なのかもしれないねこのハッとしたふみ先輩もなんか可愛いな。お疲れ様です。白田先輩が汗かいてる。そう、ミツが稽古つけてくれって。白田先輩から頼んだんだ。偉いね。海さん、いちいち言わなくていいですよ。新人公演で2年が足引っ張るわけにはいかないから頑張ってるんだよな。これは
見抜かれてるんだね。優しいね。自分たちが主役になることはない公演なのに、しっかりやろうっていう心構えでいてくれてるんだね。ちょっと別にそういうわけじゃ。この白田先輩本当顔可愛いな。ごめん、なんかこういう本当にこういう話ばっかで、そういうためにこの学校に来たわけじゃないんだけど、可愛いな。やっぱ綺麗な顔をしてるんだね。顔立ち、もうおい立花、お前もやれ。マンツーマンだと休めないし。わかりました。さあ、私としてはただ白田先輩と過ごした2日間だったけど、ちゃんとお稽古はできたみたいなんで、やっていきましょうね。あれ？でも歌唱結構選んだつもりだったけど、あ、違うか。白田先輩を選んだだけか。精神と同じレベルだね。どうしようか。ふみさんもやっぱちょっと行ってみたいね。何かあれば。やあやあ、立花君。上級生たちにいろいろと稽古をつけてもらっているそうじゃないか。広まってるね。いや、なんか、よくない言い方だけど、これはいい流れだね。自分のこういう噂が先輩の間に広まってるのは。そのおかげか。この1週間で見違えるように上達しているよ。あら。今日も先輩をこき使うといい。ありがとうございます。嬉しいね。ネジ先輩は、なんか、お世辞だけでこういうことを言う人ではないだろうから、嬉しいね。稽古をつけてほしい相手がいるなら、僕が口添えしてあげるよ。助かります。どうしよう。誰に稽古をつけてもらおう。まさか選択肢。ああ、選択肢。うわー、どうしよう。いや、それぞれちゃんと分野があるから、いや、っていうか、そういう選択肢なんだろうけどさ、歌、その、ダンス、お芝居とか、なんだろうけど、ここでネジ先輩に、じゃあ、白田先輩でって言ったら、なんか、私、完全になんか、下心みたいなのが、あるみたいで、あるんだろう、でも、私は。どうしようかな。なんか、ネジ先輩に、ここで、白田先輩にって、なんか、すごい言いづらいな。どうしよう。ネジ先輩とでもあんまり、あ、カイさんともだけど、そんながっつり今まで関わったことなかったから、あえてネジ先輩にお稽古をつけてもらおうかな。ネジ先輩にお願いしたいです。この僕に演出家に意見を求めるなんて大胆じゃないか。まあ、ある意味一番の近道かもしれないね。お芝居にしろ何にしろ。ならば歌もダンスも芝居も全部まとめて一気に教えてあげよう。マンツーマンなら教えてあげられることも多いしね。ありがとうございます。これは助かる。役者としての精度を上げていこうじゃないか。お願いします。だいぶ見栄えがよろしくなったんじゃないの。僕のおかげにも程がある。その言葉の並び初めて聞いたな。自分のおかげにも程があるって初めて聞いた。君ってばどんな無理難題を押し付けても食らいついてくるから楽しくなっちゃった。愉快な稽古だったよ。お疲れ様。あ、これはその根性スポーツ系でよくある意地悪とかで、ネジ先輩は違うけど意地悪ですごい難しい練習とかさしても全部乗り越えてきて、あれこいつすげえやつなんではっていう、なんか野球部の漫画みたいな、そういう流れ。はい、ありがとうございました。ちょっと見込んでもらったかもね。嬉しいな。なんと麗しい。あら、朝、それは新しい人生の幕開け。ちょっと待って、これさ、その立ち絵の問題かもしれないけど、この方屋外でもこの羽つけてるんだね。朝、それは新たな喜びの始まり。大丈夫ですか？これ急に突風とか吹いたら羽
100枚ぐらいバーって飛んでっちゃったりしないかな。今日も素晴らしい歌声がどこからか、城田先輩か。おはようございます。そこにいたのか小鳥。さあ美しいさえずりを聞かせておくれ。おはようございます。そうだ、もっとすごい学校だね。おはようございます。もっともっとだ。どうしよう、そろそろ呼び込みくんみたいな挨拶しとく。これきりないかも。うん、相変わらず座学がちょっと低いね。あー、でも座学か、あと18日で座学挟むのはちょっと体を動かしたいね。できるだけその物理的な何かを学んでおきたいな。あー、歌唱いっとくか。うん、歌唱いっとこう。17日。役作り、エチュードはここまで来たらもういいかなって気がするね。本番に向けてと考えるのであれば。あ、新米ダンサー。稽古場に行こう。なんだ。何世界観が大丈夫っていうか、これはどういう状況なんだ。誰だろう、あの人。私のことをじっと見てる。ごめん、めちゃくちゃ、バッテリーが雰囲気の問題だけど、すごいこうスタンドを出してきそうな、なんか気配を感じる。おめえはよーとか言ってきそう。ごめん、完全に偏見だけど。怖い。でも目が離せない。惹かれる何かがあるんだね。先輩か？今から稽古場に行くの？一緒に行こう。そうくん。そうちゃん。幽霊とかではないよな。どうかしたの？なんでもない。優しい聞き方だったね、今。どうかしたのって。誰だったんだろう、あの人。後輩なわけはないから、まあ先輩、先生にも見えなかったけどな。We'll be right back.